では参りましょう、東西対決どちらが勝つか参ります。ヘブナヘルレッツロック。はい、まあ、レバーメンテナンスはですね、当店スタッフが入念に行っておりますので、どちらを使ってもあまり変わりないかと思います。あとは気分でね、1P、2P 選んでください。さあ、それでは始まりました、堀進選手対伊佐選手のチップ対ソル対決。さあ、軽く精神統一、チップ使いは堀進選手。さあ、ソルの熱いラッシュがチップを撃沈するか、チップの巧みな忍術が炸裂するか。さあ、この試合注目。なお、チップは本日決勝トーナメントで唯一のチップ使いとなっております。先ほどリザーブマッチではチップが頑張っておりましたが、ここでもぜひチップ頑張っていただきたい。かかとを巧みに合わせる、まさに忍びのごとし。合わせるのはチップ使い、堀進ラッシュをかけた。14ビート、熱を合わせるのか。ここはきっちり1ポイント撤収。さあ、1ポイント先取、そして詳細の嵐、両者の熱いバトル。バックステップから突っ込む両者。しかしながらソルの本領、ここから発揮か。濃厚な熱い攻めが青キャンから赤キャンから飛び交う両者の打ち合い打ち合い。まずはダスト一発、サイドワインダーで締めます。1対1ラウンド3、両者のバトルはどちらが取るか。総裁で合わせますね。まさにアリオも通す、アリアノも通す正確な攻撃。さあ、チップ使い堀進選手、ソルの猛攻を止めることができるか。熱唱で止めます。ソル使い伊佐選手、いかに攻めるか。バルミリボルはここはしっかりかわしていました。ダスト1回、大ダメージを奪うのはイサー。さあ、11ビート、1回戦突破はどちらになるか。まだまだ勝負は諦めない堀進、唯一のチップ使いとして起き上がり、ベタブレードを務め、まだ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 とどまるところを知らない空間戦。さあ、両者のバトル、熱い一戦となりました。1回戦突破は堀進選手。すごい職人芸ですね、今のも。最後とか本当すごかったですよ。